もうだいぶ40キロっていう練習が一つの練習として体に馴染んできてるなっていう感覚なので、次のマラソンに向けて練習をしているっていう段階に入ってます。北海道マラソンが、自分にとっては2回目のマラソンということで、結果としてそのまず最後の最後まで自分の足で自分の、なんですかね、しっかりこう動かしててゴールできたっていうところが、当初の目的であった 42.195 キロという距離をしっかり走り切るということができたっていうところが、また次につながっていくかなというふうに思っています。大体の基準と選考の基準ですね、というものがいずれかは自分がしっかり出さなければならない結果だなというふうに思っていたので、そういう基準ができたんだっていうぐらいの感覚でした。まずはその今の自分の状態で一つ一つ練習を積み上げていって、でその中で次のレースを走り、その中でまた見つかった課題を次のレースにつなげていく、そしてそういった中で次が、2019年の選考かっていうふうになり、で次が東京オリンピックかっていうふうになったらいいなっていうふうに思ってるので、周りの人が結果を出したからとか、周りの人がこういうことをやってるからっていうことで、売れるのではなくて、今自分に必要だと思ったことをしっかり積み重ねてやっていくっていうことが逆に自分の強みになってくるのかなっていうふうに思っているので、その自分の強みを作るためにもしっかり素材と、また何ですかね、自分らしさっていうものを一つ一つ積み上げていけたらいいなっていうふうに思います。